本日は10月1日、ここはラオスのビエンチャンです。もう10月ですね。もう今年も10、11、12と3ヶ月のみとなりました。僕は4月から海外に来て、今年は海外で過ごすことになりそうです。今年はもうマジで濃い1年でしたね。もともと2020年ぐらいからめちゃくちゃ濃い人生っていうのを送っていて、今年もね、変わらず波乱万丈というか楽しい人生を送っております。で、とうとう僕はこの先の生き方について決定しました。ラオスの第一人者となると。まあ何言ってんだお前みたいな感じだと思うんですが、ちょっとね、まあ言うことは大きく、別に言ってダメだっても恥ずかしくもなんともないので、ラオスの第一人者の日本人になると。まあ影響力としてね、まあ主に発信力かな、発信においての影響力を日本人ナンバーワンにしようかなと思っています。まあなんでラオスなんっていう話なんですけど、僕がラオスを好きになりすぎてしまったんですよ。愛してしまったんですよ。まあ理由はいろいろありますけれども、過ごしやすいっていうことと、あと今だいたい1ヶ月ぐらいいるんですけど、秋が来ない。これは非常に珍しいことで、僕はだいたいどこに行っても1ヶ月滞在すると飽きるんですよ。なんかもう早く次の国に行きてえなとか、そこでのルーティーンに飽きてしまうんですね。しかしここラオスではその飽きっていうのが来なくて、ずっといたいなって思ったんですよね。本当にこれは珍しくて、この飽き性の僕がですね、ここにずっといたいと思ったということは、それだけ魅力があるということなんですよ。まあ人柄、物価、治安などなどいろいろありますが、まあその点についてはね、ノマド生活っていう動画でまた他に出したいと思うんですが、まあ僕はラオスの第一人者になりたいということです。で、これをね、なんていうか、お金儲けのためにって考えたら、これは最適解ではないと思います。というのも、ラオスの経済発展というのはそんなに著しいものではないし、人口があるんでね、人口が720万人しか、まあ、いないので、そんなにね、ラオスの天下を取ったとて大したことにはならんわけですよ。しかし、なんていうか、みんなが群がるような場所にわざわざ行ったところで競争率も高いですし、ラオスは本当にライバルがいない。誰も開拓しようなんか思ってないから、そこについてね。だからこそ僕はちょっと燃えるんですよ。まあなんか人と同じことをやりたくないっていうのはずっとあって、だって僕の人生ですから、僕が楽しみたいわけなんですよ。なんか、お金を稼ぎたいっていうところに僕はあんまり楽しみを感じてなくて、さらにですね、人に勝つとか、そういうこともあんまり楽しくないんですよ。ゲームとかね、負けるとめちゃくちゃイライラするし、なんでこんなストレス抱えて他人と対戦しやないかんねやみたいな、もう思うし、僕はそうやって、まあ逃げと言われたら逃げですよね。あまり競争率の高くないところで、ぼちぼちやっていくみたいな感じが僕の理想なのかなと、今現在は思っています。で、そういったことで、ラオスの天下を取ると。それで、まあ僕の思い描いている理想というのは、まあとりあえず YouTube の方向性はラオス一色にしようかなと思います。これから先ね。まあ M2E の発信とかもするかもしれませんが、なんか別に M2E ばっかり追いかけてても面白くないですよね。あとは仮想通貨とか、お金にはなるかもしれないんですけど、お金にしてどうすんだとか思うんすよ。あと再生回数取って収益得て何になるんだと。それだったらもう一個のチャンネルでがっつりやった方がいいし、なんか収益を捨ててわざわざこの Vlog みたいなわけのわからんことをしているのに、また収益を追い求めたら本末転倒というか、しんどいんでね、収益とか数字ばっか追いかけるのって。だからこそ人がいないところでひっそりとやりながら、まあ YouTube は数字が取れなくても他のことにつなげれたりするんでね、そういう部分でやっていこうかなとは思っていますね。まあラオスに関してはですね、案内人っていう人は少ないわけですよ。なんか一人だけいるらしいんですが、本格的にはやってないような感じですね。例えばラオスに日本人が来た時に、まあ、第一人者として案内してくれるような人がいるかって言われたら、いるんですけど、あまり発信力がないっていうかね、あまり発信をまだしていないというか、あまりそこまでノウハウがないというか、まあそういう部分もあるようで、まあそこを僕はちょっと取ろうかなとか今考えてますね。まあそれで他の人が入ってきて取るなら取るで全然いいし、僕は僕でね、他の人とは違うものを持っているので、
まあまあ、わりかしね、いろいろできると思います。だからね、今までやっていた M2E とか Ape Move とかよりは数字は落ちると思うんですよ。で、今まで Ape Move とか M2E 系の発信で、見てきてくれた人っていうのもいるので、そういう人はちょっと震い落とす形になりますね。まあ M2E って言ってもね、限度があるしね。まあそこで数字を取って他に生かすっていう手も、まああったんですけど、ちょっと飽きたっていうか、まあ飽きたことをあんまりやるのも気が進まないんでね。まあまあ飽きたらそこで終わり。僕はそういう人間なんですよ。それでですね、先日僕はこのラオスで世界一周している建築士の人と会いました。なんかもともと建築士をやっていたんですが、まあその仕事を一旦辞めて海外の建造物っていうのを見て回る世界一周旅行に出てるみたいな人、まあハーバルサウナで出会ったんですけど、薬草サウナですね。たまたま出会って、あれ日本人みたいな感じになって、意気投合して飯食いに行って酒飲んでみたいな感じをしたんですが、まあ、最近そういった出会いがありました。で、僕が割と海外で連絡を取っている人で、たまーにいろんな国で会う人が一人います。まあこの前はベトナムで会ったし、タイでも会ったし、で今度はね、ちょっとラオスに引き込もうと思って、その人はもともとバリ島に行きたいって言ってたんですけど、いやラオスマジでいいっすよみたいな、ノマドなんですよその人は。で、ノマドするんだったらラオスめちゃくちゃいいから一回来た方がいいという話をしてですね、おそらくその通りになると思います。でもしかしたらその人もラオスにハマるかもしれないしっていう、まあそういう人も僕の知り合いの中にいて、でまあぼちぼち出会いというかコミュニティっていうか、ちょっとずつねあるような感じです。ん？いいの？おいあダメだ、むずい。えい。おい、あー遠いか、むずいね。 OK Thank you。 まあまあちょっと話が途切れましたが、で今日はまた一つ違う出会いがありまして、皆さんは青年海外協力隊、海外青年協力隊、JICA って呼ばれる組織をご存知ですかね。日本から、まあ、海外支援という、まあ、名目でいろんなね、主に貧困国なのかな、そういうところに行っていろんな現地での支援をするっていう組織団体があるんですけど、まあ、そこの人とねつながりがありました。まあ、僕が YouTube でねいつもくだらないことを言ってるのを見て、でまあわりかし僕も変わってるんで、まあ、そこに共感してくれたみたいな感じなんですよ。だからちょっと変わった人なんだろうなと思うんですが、まあ、Twitter で連絡をいただいてですね、いつも動画を見てますと、でよかったらお茶でもしませんかみたいな感じで言われて、で今日会ってきました。で僕初め男だと思ってたんですよ。そしたら女性だったんですよね。でびっくりして、僕結構入れ墨とかこうやってさらけ出してたりするんで、警戒してあんまり人寄ってこないかなと思ってたんですけど、そうやって声をかけてくれたんですね。でもなんか連絡した後に僕が入れ墨入れてるとか知って、ちょっとどうしようかなみたいな思ったらしいんですけど、まあまあ結局会うことになって、今日お茶してみたいな、で昼ご飯も一緒に食べてみたいな感じになったんですけど、まあまあいろいろ楽しい話は聞けましたね。まあ、海外支援協力隊の人たちの活動の一部をねちょっと教えてもらったりとか、まあ、どういう思いでやられているのかとかちょっと教えてもらって、僕的にはそういう話って結構好きなんで、とても面白い話でしたね。あんまりちょっと深く話せない部分もあるんですが、あと話だけしてもねちょっと伝わらない部分も多いんで、またいろいろそういった活動とかにね触れる時があったらもう動画コンテンツにしたいなとは思うんですが、まあそういった出会いがあってですね、いよいよこれはラオスの第一人者になれということかなと。でこういう出会いがある時ってそっち方向に動いた方がいい時でもあるんですよ。まあ、天のお告げとかねあんまり信じてないけど、やっぱり何かしら意味はあると思っていて、こういった出会いにね、まあそこに流れるままに行くのもまたいい人生かなと思って、もしかしたらこの先ラオス人と結婚してラオスで仕事をすることになるかもしれないし、また他の国に行くかもしれないし、日本に帰るかもしれないし、まあどうなるかわからないですよね。1年後何してるかなんかまあわかりません僕は。でもいいんじゃないですかね。どうなってもいいと思ってれば別にどうなったって何ともないし、
なんかみんながみんな成功しなきゃいけないとか、みんながみんな普通の生き方、まあ俗に言う普通の生き方をしなきゃいけないわけでもないし、まあ自分勝手に生きる人間もいていいわけですよ。特にね、そんな人に迷惑かけなければ。まあそんな感じでね、とりあえずラオス天下取り作戦開始します。できるかどうか。でもしラオスに来てみたいとかいう人がいたら相談には乗ります。一言声をかけてくれたらね、気が向いたらサポートします。質問ぐらいは答えれると思うんで声をかけてみてください。そんな感じでね、今回の動画は以上にしたいと思います。それではまた。